ここはサンクトペテルブルグにある聖アレクサンドルネスキー大修道院。元旦の朝から礼拝に訪れる人々が集まっています。修道院のそばにあるチフビン墓地には、19世紀後半から20世紀初頭にかけてのロシアの芸術文化を代表する人々が眠っています。フョードル・ドストエフスキー、ピョートル・チャイコフスキー、モデスト・ムソルグスキー。古代ロシア風のリムスキー・コルサコフの墓標をデザインしたのは画家のニコライ・レーリヒです。こんにちは、西修生です。これから2回に分けて皆様とご一緒に19世紀末ロシアにおける芸術文化の流れをたどっていきたいと思います。世紀末と一言で申しましても、ロシアの芸術文化は1900年を境に急激に変わったわけではありません。むしろ20世紀初頭にはまだ19世紀の余韻が色濃く残っていました。19世紀最後の20年間、芸術文化を特徴付けた様々な傾向は、政治や社会の変化に呼応しながらも、第一次大戦が勃発した1914年頃までは美術、文学、音楽、舞台芸術において主要なトーンを決定していました。19世紀最後の20年間、ロシアはヨーロッパの芸術や思想から大きな影響を受けました。絵画では印象派と象徴派、音楽ではワーグナー、文学や思想ではイプセンやニーチェが知識人や創作者たちの間で人気を得ました。ヨーロッパの芸術からの影響は、創作における技法やスタイルの共通性といった表面的な部分にはとどまりません。テーマや世界観の点でも、この時代のロシアの芸術作品にはヨーロッパの同時代の芸術と多くの共通性を見出すことができます。そこには芸術家たちがロシアと西欧との違いを意識しながらも、社会や歴史に対する理解において共通の問題に取り組まざるを得ない状況が生まれていたという事実がありました。この時代のロシアは急速に西欧の科学技術を取り入れ、工業化を進めていった結果、都市の生活は次第に西欧的なものに変わっていきました。鉄道、電信、電灯や蓄音機、そして映画に至るまで、この時代のロシアの芸術文化に直接間接に影響を与えなかった技術的発明はありません。また技術革新に伴って都市部に新興富裕層が登場し、彼らのメセナ活動や都市住民の消費生活が芸術文化の発展を支えていた点も同時代のヨーロッパと共通しています。芸術は宗教儀式の補助物でも、王侯貴族の贅沢でもなく、ごく普通の市民が享受し創造するものになっていったのです。第1回の今日は1881年から1895年までの時期に焦点を絞ります。1881年という年はロシアの文化にとって大きな損失と一時代の終わりを意味していました。ドストエフスキーとムソログスキーという文学と音楽の世界における巨人たちを失ったからです。そして
1881年は60年代初頭に農奴解放令などによってある程度の社会改革を実現した皇帝アレクサンドル2世が暗殺された年でもあります。次の皇帝アレクサンドル3世の時代、そして1896年に帝位についたニコライ2世の時代には反動政治とロシア社会の急激な工業化が行われました。アレクサンドル2世の時代がナロードニキ運動と呼ばれる若い知識人たちの啓蒙活動や社会批判的なリアリズム文学や美術によって代表されていたのとは対照的に、80年代から90年代にかけてのロシアの芸術は同時代の社会的現実から次第に距離を置いて自らの美的世界に孤立し始めました。文学の世界では優秀や定款、あるいは現実世界における理想の挫折、狂気への接近といった主題が多くなりました。しかし諸芸術の中でこの傾向が最も分かりやすい形で現れたのは絵画でした。アレクサンドル2世の時代に形骸化したアカデミーの画風を批判したリアリズムの画家たちは異動天派と呼ばれています。貧しい農民や都市生活者、大学生、職工などを描いたこの傾向の代表者がボルガの船引きで有名なイリア・レーピンです。この他にロシアの森を愛情に満ちた眼差しで描いたイワン・シーシキン、庶民の日常生活を生き生きと描いたヴィクトル・バスネツォフ、大学で法学を学んだ後に美術アカデミーで学んだポレーノフ、異国の戦場を専門に描いたベレシチャーギンなどがいましたが、彼らに共通するのは現実をありのままに描こうとするリアリズムの立場です。しかし80年代に入ると彼らの中にはロシアの歴史的過去や伝承、伝説、民話への関心が高まってきます。レーピンは1885年にイワン・ライテイとその息子イワン、1581年11月16日を発表します。怒りに我を忘れて自分の息子を殺めてしまった皇帝を描いたこの絵に対し、首都ペテルブルグでは公開禁止の声が高まりました。アレクサンドル3世時代の反動政治の立役者であった宗教総監コンスタンチン・ポベドノスツェフは皇帝に報告し、モスクワでは高名な美術収集家ファーベル・トレチャコフが警察署長からこの絵の展示を行わないよう警告を受けています。しかし画家たちが遠い歴史的出来事や伝承の世界を描いたのは必ずしも政治的目的からではありませんでした。レーピンより4つ若いヴィクトル・バスネツォフはロシアの民話や伝説に創作の新しいテーマを見出していました。レーピンやバスネツォフら異動天派、その後に登場したさまざまな傾向のロシア美術の最良のコレクションがこのトレチャコフ美術館にあります。この美術館は実業家パーベル・トレチャコフの個人コレクションに始まり、1892年にそれをモスクワ市に寄贈したのが始まりです。この正面を飾っているのはヴィクトル・バスネツォフがデザインしたレリーフです。19世紀後半のロシアで芸術文化の発展に貢献したのはトレチャコフだけではありません。当時パーベル・トレチャコフやフォン・メック夫人のように画家や音楽家を支援する資産家、いわゆるメセナ活動家はロシアに少なくありませんでした。そして彼らのメセナ活動も決して美術品の収集や作品の注文といったパトロン的な役割に限定されていたわけではありません。時には芸術家と共同で創作し、一つの芸術運動を作り出すこともあったのです。